細野選手のウィニングランこの後行われます。お待ちください。非常に見応えある素晴らしいレースということになりました。金貝選手にスタートね、行かれそうになったんですけど、そこは踏ん張りまして、細野選手最高のガッツポーズ見せてくれております。俊君おめでとう、そんな言葉が聞こえてまいります。ファン思いの細野選手、ガッツポーズです。皆さんも最後までご観戦いただきました、本当にありがとうございます。2011年10月13日以来の優勝となりました。通算では4回目の優勝です。どんなインタビューになるんでしょうか。仲間にエンジン見てもらいました。タイヤも塚越先輩からいただきました。今日の練習の手応えもありました。アキちゃんも本命でした。スタート切りました。しっかりと冷静に走りました。飯塚走路で結果を残しました。次回は伊勢崎走路です。どんなインタビューになりますでしょうか。やっぱり人気になりましたね。2連単が2番人気、3連単も8番人気ということで、ナイター飯塚劇場、細野選手がしっかりと締めてくれました。ご家族の皆さんも喜んでいることでしょう。細野選手本当におめでとうございます。この後表彰式インタビューです。細野選手は笑顔いっぱいです。さあこの後インタビュー表彰式となります。表彰式インタビューです。ただいまから牛島製菓杯ベジタブルアタック表彰式を行います。牛島製菓杯ベジタブルアタック優勝、細野俊介。牛島製菓取締役副社長牛島康隆様より牛島製菓賞が贈られます。賞状、優勝、細野俊介殿、あなたは飯塚小型自動車競争場で牛島製菓杯ベジタブルアタックにおいて素晴らしい技量を十二分に発揮し優勝されましたので、その栄誉をたたえここでお称します。平成27年10月20日牛島製菓取締役副社長牛島康隆。続きまして花束贈呈およびウィニングインタビューを行います。細野俊介選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。超気持ちいいです。ゴール線を切った時どのような思いでしたか。
走馬灯のように飯塚で育った僕がいろいろ思い返されて涙が出そうになりました。スタッフの涙が出そうな今節ですが、振り返って4日間いかがでしたか？そうですね、初日はちょっとタイヤの面とか合わない部分があったんですけど、2日目からだいぶ合いました。さあ今日の優勝戦を振り返っていきたいのですが、思想3号を出れば戦えるとおっしゃってました。3、4の思想いかがですか？戦いましたね。さあそのスタートの気合でいくとおっしゃってました。スタートは何点ですか？スタート70点なんですけど、気合でちょっと金貝のうち潜り込みました。さあそしてレース道中どのような思いで走っていましたか？メロン5個かと、食べきれるかなと。さあそしてゴールしたとき、今ここに立って何か思い返すことはありますか？いや、できすぎです。はい、さあそのできすぎのレースですが、次 SG の日本選手権オートレースも控えています。そのあたりの意気込みはいかがですか？そうですね、このまま次日本選手権なんですけど、そこで活躍できるように一生懸命暴れていきたいと思います。さあそれでは多くのファンの皆様が残ってくださっています。そして全国のオートレースファンの皆様に一言お願いいたします。皆さん見に来てくれてありがとうございました。皆様の懐を温める感じで走ったので、結果が出てれば嬉しいと思います。本日は本当にありがとうございました。優勝は細野俊介選手でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。細野選手らしいインタビューになりました。以上をもちまして、牛島聖火杯ベジタブルアタック表彰式を終了します。細野選手のインタビューをご覧いただきました。優勝しました細野俊介選手と飯塚王と勝利の女神秋が感謝の気持ちを込めまして、ファンの皆様にプレゼント品の投げ込みを行います。はい、細野選手次回川口、そしてその次が伊勢崎ですね。日本選手権の後伊勢崎オートとなっております。さあプレゼント品の投げ込みが行われています。細野選手優勝おめでとうございました。見事な勝ちっぷりです。通算4回目の優勝、2011年10月13日以来の優勝となりました。細野選手おめでとうございます。特に今日はプレゼントが多い、そんな気がします。最後まで残っていただきましたお客様、ありがとうございました。4日間お送りしてまいりました牛島聖火杯ベジタブルアタック、細野選手が優勝となりました。いかがでしたでしょうか？次回飯塚オートレース場は11月の16日17日18日のミッドナイトオートレースということになりました。ぜひこちらも皆さん